でしろ大麦の秘密。お願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。ちょっと最初ね、踊りすぎです。はい音楽かかるやっぱ踊っちゃうんで。あ、なるほど。はい、最初タイトルいこうか悩みました。で、いきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、というわけで今回 MC やらせてもらいます、はい、ハンジャの川島部レジェンドです。そして春春クリニック P です。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。そして今回このコーナーに参加していただく芸人さんはこちらの皆様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大麦大麦大麦、はい、言いました。大麦の秘密を教えてもらえるんですよね、まあ、そうでございます。麦の無麦の無無無たおっと拍手が出てるからセーフです。出ればセーフです。ルールを統一していきましょう。出ればセーフ、出なければアウトです。大事があればね、はい、みんなもう打ち合いこっちやってたから今やってたからもう一回言ってあげな。どうしました？もう一回やる。もう一回だけど、カーレ何？お疲れさん。ナイスナイス。いやいや、米が大麦になってる。あー拍手がギリギリです。拍手がギリギリでしたね。お疲れさん。爆画の瞬間なんですけど。あ、なるほど。いいんですけども、拍手がギリありましたね。ギリありました。ギリありました。あればいいですね。はい、虹があればいい。もし拍手が起きなかった場合はもう去ってもらいますんで。先輩ですけれども、このまま去ってもらう。はい、このコーナーも終わりで、もうすぐ帰宅してください。帰宅、はい、イベント終了でございます。よろしくお願いいたします。さあ、というわけで実はですね、はい、大麦のなんと主産地は九州っていうことを皆さん知ってました、はい、ということなんで今回は吉本のこの福岡の劇場でイベントを行おうということになっています。なるほど。まず1個それ覚えてくださいね、はい、大麦の主産地は九州だということでございます。よろしくお願いいたします。さあ、というわけで、はい、皆さんね、どういうイメージあります？大麦と聞いて、まずはどうですか、ボルちゃんは。ボルちゃん大麦穀物。あ、穀物そらで広い広いけど正解広げるだけ。ただの正解です。穀物ではある。はいはい、ヘルシー。おー、ヘルシー、素晴らしい。あ、麦麦あらなっちゃって。あれ、拍手ない。ありがとう。かわいい。これは一大麦じゃないですか。一大麦、一大麦。まだクイズ始まってないのに一大麦上げてください。すいません、まだまだです。まだまだまだですね。まだ上げないですよ。まだありますか、麦のイメージ。どんな大麦のイメージありますか。ビール、ビールみたいな。使われたりね、しますよね。まあ、大体皆さん、はい、松井さん、何ですか。これ遠いな。遠いし、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 ちょうどここら辺で言葉が落ちてる。そうなんですよ。ちょうどここら辺で、こうやって蹴って拾ってくれるんだ。俺たちだけこっち向きでいいから。ちょっとね、ここに、俺たち、それだ。これが美味しいから。確かに見えるね、見えればね。ちなみに今ここに鶴瓶師匠が落ちてます。あ、そうそうそう、鶴瓶師匠拾い上げて。あ、もちろん。やっぱり鶴瓶師匠の麦茶のイメージがあるなとかね。あ、やってくれました。確かにありますよね。届きました。すごくいいこと言ってたんですね。しっかりとしたことを言ってました。ありがとうございます。ただなかなかね、大麦と聞くと結構漠然にね、体良さそうとかいうイメージが皆さんあると思うんですけども、今ですね、結構大麦を使った料理が結構密かなブームになってるんですよね。僕もね、結構料理好きで、自分で YouTube のチャンネルとかやってるんですけど、料理もね、結構この大麦を使った料理もどんどん試していこうかなと今思っております。栄養いいですもんね。栄養がね、食物繊維たっぷりですから。そうなんですよ、すごいんですよ。普通のね、小麦よりね、大麦の方がね、食物繊維が。そうなんですよ。しかも不溶性と水溶性で食物繊維あるんですけど、はいはいはい、大麦はすごいバランスが良くて、しかも普通の白米に比べて17倍も食物繊維あるみたいな。医者すごっ。そうなんです、医者すごいんですよ。医者すごいんですよ。とにかく食物繊維が何がいいかって分かりますか。なんでいいかっていうのは、要は腸活ですね、腸活。僕もダイエットインストラクターって資格持ってるんですよ。おぉ、そうなんですね。今日だから医者とダイエットインストラクターと料理のやつらが MC です。よろしくお願いします。頼もしい。
吉本、何か持ってるよって方いる？このスーツも食物繊維でできてます。そんなことはないよ、そんなことはないよ、食物繊維でできてない、それはね、でも僕持ってますよ。僕あの高校と中学の保健体育の教員免許を持ってますんで。中学県なんだ。偉いです。偉い。あのポジション本当は MC ポジション、あ、できるよってこと。できるよってこと。もう中学の試験、あの中学の教員免許、はいはい、保健体育の、保健体育の持ってます。体育じゃなくて保健体育オンリー。保健体育オンリーです。そんなのあるんだ。あります、保健体育あります、ね、でもすごい、すごいね、か吉本にいろんな人いますからね、皆さん、ね、うん、ぜひ仕事ください、お願いします。お願いします。さあ、というわけで、まあ、今日はですね、これクイズに通して大黒秘密の皆さんに魅力をちょっと伝えていこうかなということなんで、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、というわけで今からですね、大麦に関するクイズを出題します。はい、で、正解できればこちらの大麦シールを1枚プレゼントします。はい、はい、で、こちらですね、これ大麦シールを多く獲得できたコンビに、なんとプレゼントがございまして、こちらすごいですよ、大麦粉10キログラム差し上げます。すごいくれる。10キロもくれる。大麦粉。10キロ。大麦粉。粉。パンが作れたりするんですか。そうそうそう。パンとかね、粉とかいろいろね、まあいろんな使い方はあり、使い方ができるというね。楽しみ。さあ、ただしですね、不正解でもちょっと僕たちがこの答えちょっと面白いなと思ったら、要はこの大麦シール。一枚差し上げます。正解しなくても面白ければ、おもろければあげると。そうです、おもろいのつもりです。自信あります。自信あります。デンミさん、何ですか。大丈夫、今大丈夫です。ここで落ちたんで近っ。大丈夫ですか。大丈夫ですけどね、ここまで来たら分かります。俺はやめときます、今のは。届かなかったら一個ずつ前には進む。そうですね、そうですね、肩弱いよ、肩弱いよ、肩弱いよ。さあ、それでは行きましょう。はい、まず1問目いきましょう。1問目こちらです。じゃじゃん。はい、二条大麦は明治初期にビールの醸造を目的に生産が始まりました。現在ではあるものの原材料になっています。あるものとは何でしょう。はい、何でしょう。まずはノーヒントでいってみましょうか。ノーヒントですかね。あるものの原材料。はい、どうですか。誰かお客さんでもね、全然分かったら、お客さんでももし分かったらね、もうあの全然、いやいや、お客さんでお客さん、1枚差し上げて、原材料お客さんが面白いこと言ったら1枚差し上げるんで、はい、もしこの出演者で分かったら大麦粉10キロですからね。じゃあ、はいはいはい、あ、はいはいはい、その、麦ポイントのシールの原材料、このシールの原材料、これは、ブブ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 ブ、あ、田辺ちゃん、博多通りもん、お、博多通りもん、お、博多通りもん、え、違います。違う、何のためだ。近いんだ、近いんだ、博多通だから名産なんだ。博多通りも食べ物だよね。はい、はい、違います。ちょっといいところですか。可能性あります。はい、二条大爆さんってのは武将ですか。二条大爆さんは違います。これ二条大麦ですね。一大麦プレゼントします。これで最高だと思います。いいよいいよ、いいですよ。じゃちょっとわからないと思って、一麦ヒントあげましょうか。お願いします。はい、ヒントこちら、ヒントの一番は、生島ですかね。生島、生島、生きの島、生きの島、生きつ島のことですか。生きつ島、生きつ島ではない、生きつ島、生きつ島、生きね、あの生き、そう、はい、これ、これ、漢字はどう書いてんの。え、生きが、これ、漢字は、1の、旧字体の1ですよね。だから、石田一世の1でしょ。そうそうそう、で、生きっていうのは岐阜の木ですね。岐阜県の岐阜、岐阜県の木です。え、そういうことですか。だから、早い、まだボケるんだから。あ、ごめんなさい、大丈夫ですか。言わないでください。いきますよ。ちょっと押してましたね。正解です。いや
違います。正解です。素晴らしい。そうそう、生きゴールド、生きゴールド、生きゴールド出たら、そうですね、みんな知ってたよ答え。じゃあ一つ差し上げましょう。はい、そうですね、差し上げましょう。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。さん、はいじゃない、やめてください。15年年下のやつ、あの取るのやめてください。15年経歴したのちゃんと怒られよ、やめてください。さあ続いての問題いきましょうか。続いての問題こちらでございます。はい、大麦は大昔食用以外の目的でも使われていました。それは何でしょう。はい、お早い早い、誰いきますか。じゃあ伝平さん。なんでだよ。態度悪いですね。なんでなんで悪いんだよ。これはちょっとちょっと要チェックだ。はい、伝平さん。はい、どうぞ。ナンパです。いいですね。一応僕差し上げましょう。差し上げましょう。ナンパではないですね。ナンパではない。まあその目的もあったのかな。もしかしたらあったかもしれないですね。もしかしたらね、この大麦1個あげるからあったかもしれないですけどね。じゃあ、はい、田辺さん。なんでだよ。私があげてんだろ。アンディ、アンディ。アンディ、アンディ。こっちアンディ。タッカー。もつ。え、何？田辺さん、何？一人でもわからんやつ。ちょっと、その距離でも。いいよ。もうゆっくり言って。タッコ。あ、嘘。ちょっと、美容の逆に。違います。違いますけど、味は違います。お伝えしたがね。お伝えさん。すごい、いきますよ。ランチパック。ランチパック募集です。募集です。すいません、ランチパック募集です。募集もいてよ。あれやばい、募集もある。募集もあります。募集もあります。あ、アンリちゃんいきますか。はい、じゃあ行きましょう。寝床。寝床。寝床いいですね。いやいや、でもあれでしょ。そうそう、あれは難しいですよね。いっぱい引いてってことね。そう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 。はい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 。面白いとかじゃなかったんで、差し上げます。正解だろ。正解。ちょっと待ってください、あげすぎ。一番アグレッシュ。いや、答えたい。そう、答えたいですもんね。何で使われたでしょうか。寝どころジョージ。募集します。いつも募集するもんじゃない。使い終わってから募集するのに裸されやと思う。私まで恥ずかしい。なんで次は椅子を取ってください。全部なんかもう裸になっちゃうよ。これちゃんと当てないんですよ、俺たちだって。あと寝所ジョージって何ですか。だからですね、寝所ジョージがいいですね。ヒントあげましょうか。ヒント、はい、ヒント1番、はい、これは紀元前3000年頃です。だいぶ昔。はいはいはい。あ、田辺ちゃん。あの水で固めて、あの恐竜に投げつける。武器なのよ。まず答えとしては違います。そうですね。え、はいはいはい。あ、俺も来たの。なんか、靴。靴？なんかわらじ作るみたいな。ああ、だから違います。靴じゃない。じゃあもう一個ヒントあげましょうか。もう一個が、世界最古の〇〇。あ、はい、お、いいですね。中学教員。中学教員。中学教員。土器。違います。いいですね、言ってるのかも。じゃあ、デンペさん。デンペさん。コンパ。違います。やばい、やばい。何個も出てる。募集です。デンペさん、立ち上がっちゃう。次間違えたら、水10キロ持ってます。出されるんだ。どんどん食べないと、もう次この人はもう10キロ。お願いします。さあ、わかりますか。じゃあもう一個、もう一個引いていこうか。もう一個、あ、いける、いけるか。ましょうか。じゃあ、中学教員のあなた、はい、世界最古の盾。盾。違います。違います。はいはい。あ、あ、さよさん、世界最古の横。横、立てたのかね。違います。ほら、これもらえるでしょ。これもらえるでしょ。今面白かったでしょ。まあ、これはもらえるでしょ。まあ、ギャグで1個やりましょうか。これシールがもらえるんすか。これを体に入ったら、しましょう。体に入ったら、机返しますか。よしよしよし。いや、麦欲しいって、麦が欲しいよ。俺たちも大麦粉欲しいもん。机返ってきたわ、なるほど。俺はねえのか。お時間もありますから、もう一個ヒント開けようか。もう一個行きましょうか。はい。塩や貝も同様の使い方をされてきました。はい、塩や貝。わかるかな。塩貝。お、お、はるか。スパイス。スパイス違う。違います。デンペさん。デンペさん。薬。違う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 。答え出ないね。答えますね。塩や貝ですよ。世界最古のこれで、これを使って、はい。いろんなこう、なんて言うんでしょうね。塩ってあれでしょ。取引ですね。あ、お金だ。正解！
早くやったらしいさ、当てられる前に、はぁはぁ、お金お金みたいな。いいんですか？なんだ、確かにフライングだって。なんでフライングですよ、フライングですよ。なんだよ、ちょっと。でもほら、ちょっと怖いからいいよ。何がルールだ。さあ、続いてのコーナー行きましょう。続いてはこちらです。はい。小麦と大麦の見分け方は何でしょう。これね、結構早いな、あの人。誰よりもアグレッシブで早い。てんべさん。てんべさん。立ち位置。立ち位置。面白い。お、面白い。面白い。でちょっとヒントあげようか。ヒントはこちらのね、ちょっと写真が出るということで、はい、こちらでございます。どうぞ。はい、こちら、これがどう、収穫する前の状態で見極めますということでね。こちら、はい、わかるかな。あ、はるかちゃん、枝の分かれ方。うわ、惜しい。惜しい、上の違います、はい、じゃあ教員、あれで猫が喜べば大麦。正解、1個あげよう。なるほど、1個あげよう。面白い、おもろい。あれだ、どっちだ、面白い。じゃあもう1個でヒント。面白い、面白い。よしよしよし、ヒント2あげようか、はい、ちなみに今のが小麦の写真です。これが、はい、ヒント3です。これが小麦ね。これが小麦の写真で、もう1個写真出ます。大麦の写真です。こちらです。お、はい、あ、じゃあアンディちゃん、毛の長さ。正解。ヒゲが長いんですね、大麦の方がね。全然違う長さ。似てるけど長さが全然違うってことになっております。じゃあラストの問題いきましょう、駆け足で、はい、さあどうぞ。はい、大麦には他の食物ではなかなか取ることができないベータグルカンが多く含まれています。このベータグルカンの効果は何でしょう。はい、というわけでベータグルカン、はい、お、はるかちゃん、食物繊維取れる。違います。違う、はい、いいところ。でも惜しい。はい、はい、答え、はいはい、目覚めがいい。面白い、面白い、面白い、ね、よし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 、はい、ただこれで、ね、ヒントで1個差し上げましょうか。もう実はこれ、はい、ヒント、はるかちゃんが言ってたんですけども、ヒント1が食物繊維です。はい、いや、そのままやった。そうなんです。ヒントが食物繊維、これがあるとどんなことがいいかっていうことですね。はい、じゃあベイちゃん、痩せる。違います。惜しい。じゃあヒント2も行こう。ヒント2行こう。ヒント2がダイエット。あ、来てるんすよね、結構来てるんすよ。痩せて食物繊維、はい、はい、なんか答えが出そうな感じの、はい、効果ですか。効果ですよ、効果。効果なんでしょう。あ、解禁しよう。はい、気痩せする。違う。面白い、面白い、面白いポイント。効果ね、準備。面白かった。はいはい、今面白かったか。面白かったです。いいだろう。よかったよかった。さあ、来てるね。じゃあ、アンディちゃん、脂肪燃焼。あ、エスコ。あ、惜しい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 、はい、惜しい。全米さん、違います。あ、ちゃ募集、募集からいいの。脂肪から。危ない、危ない。募集、すぐ差し出した。脂肪燃焼が惜しい。さあ、どうだ。効果でしょ。はい、全身燃焼。違います。はい、ちょっと待ってください。ヒント3いきましょう。ヒント3、まるまるの吸収を抑える。はい、あ、はいはいはい、はい、じゃあ、はい、アンリちゃん、カロリー。違う。なんだ、違う。はい、もう今日は保健体育の横。はい、体育の保健体育、腹です。糖の吸収。正解。よしよしよし、なるほど。糖質のね、禁止を抑えるということになっておりました。はい、さあ、というわけで、はい、正解は誰が一番多かったですか。お、これは、これは四麦ですか。四麦ですね。四大麦で、はい、でも俺ら、一黒大麦ですよ。でけー、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 薄い子ないんでマイナスです。あなたの、マリーさん、いつないんですよ。薄い子ないと。というわけで、優勝はぼる塾。さあ、と
というわけでね、だいぶね、大麦のね、印象も変わったということで、いかがだったでしょうか、はい、というわけで、ちょっとね、お時間も来たということで、ぜひね、皆さんもね、配信を見てるクラスの皆さんも、大麦のことについて、興味を持ってもらって、明日から大麦生活を送ってもらいたいと思います。はい、以上、クイズ弟子の大麦の締めでした。よいしょー。